ポケモンジャパンチャンピオンシップス2016ジュニアカテゴリー決勝戦を行います。では決定ボタンを押してください。ポケモンジャパンチャンピオンシップス2016ジュニアカテゴリー決勝戦バトルスタート。僕たちの声も改善されてると思う。そしてガールだとゴールですね。はい、さあ太陽が原始滝、さあライチュウとガルーラが対面していますが、オタクスとガルーラが、はい、精神力なので、はい、そうです。これは、上から猫魂を使うことが難しくなってますね。猫魂を使うポケモンが3匹もね精神力っていうことが分かってるのでガルーラに猫魂を打ちづらいですよね。はい、ね、確実にあのカヨーガは猫魂を食らうでしょうね、はい、っていうところですね。はい、カヨーガはこのターン守られてきたという。キュラ進化行われませんでしたね。そう、ミドルガードですね。やはりここで猫魂をドーブルに打たれてしまうと気合の助けを失ってしまうので。おっと、ライチュウが猫魂をミドルガードに防がれました。はい、猫魂です。ブラッキー回避した。とてもこれは大きいですね。回避率が上がってしまうと変な助けを持ったドーブルは、はい、もうとっても倒されにくくなるので、これは突っ張ら見せてくれますね。くれますね、はい、ドーブルがダークホールを相手に練習させることができれば、はい、セルネアスが指導コントロールを使って一気に試合を決めてしまう可能性があるので、はい、それだけは、ね、どちらとも眠い体質の技とか、道具を持っていないので結構厳しいかもしれないです。はい、しかし今度はライチュウはアンコールを使うことができるので、あ、そうですね、はい、デコロマシを選んでガルーラに対しても圧力がかかる。あ、そうですね、ドーブルのミードルガードに対しても圧力をかけられるということで。そうですね、回避率を上げた状態でアンコールを避ければ面白いですね。どうなりますかね。はい、さあ、ガルーラ、推進力の休めを終えたので、ここでメガシンがやりますね。さあ、どちらに攻撃しているのか。ペンタですね。さあ、ここはしっかり命中させてきました。そして、この指止まれですね。この指止まれがあるので、回避できたんですね。なるほどね。ここはヒルガルドに交換することで、うまくセンタックルを受けることができましたね。うまく受け流しましたね。回避率が下がりましたね。ここで1段階アップにも戻ってきました。少し穏やかに戻ってきましたね。はい、伝説ポケモンが場に出ていない穏やかな空間にはなってます。そうですね、はい、かなりこのルールにしては優しい雰囲気な場になってますね。ドーブルは防御が上がってしまったんですが、はい、ヒルガルドは今回物理型での採用ということなので、はい、かなり打線が取りづらくなってますね。そうですね、交換ですね。ジェルネアス、ジェルネアスに交換。なるほど。さあ、あー、ホックス先生がジェルネアスにヒットしました。はい、バイン状態になってます。必ずマッチしますからね。さあ、ドーブルダークホールダークホールがここでこの指止まれはアンコールされなかった。ギルガルドはラムの実を持ってますね、はい、そうですね。なのでこのターンギルガルドはラムの実を発動させてダンコールを持ってかと。ギルガルドは攻撃してますね。聖なる剣技は連携率に関係なくリードすることができるので、非常に有効になってきました。応用アップ回避アップすでに動かして攻撃できるので、素晴らしいプレイングですね。このギルガルドの剣技は、はい、かなり大きいですね。野田選手、ここでドーブルを倒されてしまって、まあ、またゼルネアスが麻痺状態にされてしまったので、大きな圧筋となるゼルネアスでの展開が一つ阻止されかけたと言っても、はい、されたと言っても過言ではないですね。しかし、ここで、グラードを展開しました。はい、はい、最中はネック状態、そして、ギルガルドに関しても、グラードにあまり強いポケモンとは言えないので、はい、はい、まあ、逆転の一手があるという感じですかね。やはり相手のカイオーガに対してグラードを先に展開してしまうと、はい、天候がギリギリ状態を維持できない
ので、はい、とても辛いです、ね、そうですね、炎のパンチとか打てないですから、それに火曜が出てくるのに合わせてまたグラードンをお持ちの方に込めるっていうフレイングも考えられますが、はい、そうした場合でも相手のレッグーザが存在するので逃げる状態を取り返してもまた潮吹きや熱湯が脅威になってくると、これはかなり苦しい状況に残されてますね。この間にゼロニアスはあれですね、旅館ドローでやったとかっていうことですね。ライチューに込めてここは海洋話を展開しました。さあ電光は、また、雨状態に戻ります。はい、ワイルドガード、非常に有効な技です。ワイルドガードを選択、これは何にもできないですね。はい、さあ何回の続きが、ここでさあ、もう次の段階に動けない。ワイドガードで断崖を続いた岩なだれを無効化しつつ、雨状態で炎のパンチを無効化したということで、何もできないです。何もできない状態ですね。はこれワイドガードを選択するだけで、はい、岩も貫通しているという状況ですね。そうですね、はい、やはりここはゼルネアスが先ほどの動いてギルガードをムーンフォース急所で突破していたかったところですが、さすがにとても辛い状況ですね。はい、さあワイドガードですね。やってれば勝てるぐらいの勢いを感じますね。はい、足を踏んで、あー、すごくなー、すさまじい火力ですね。もう1位満タンですからね。歓声が巻き上がってますね。さあ、そして初回で見たのはガビューだと思います。はい、野田選手はもうポケモン交換することはできないので、天候はずっと雨のままということですね。さあこれは、ガルーラ、グラードンともにギルガルドに通る技が一切ないので、もう突破することが不可能となってしまったんじゃないですか。そうですね、やはりガルーラのスピンタックルなどを頑張って海洋が倒しきった後に炎のパンチなどでギルガルドを倒したいところですが、はい、少々厳しいでしょうかね。そうですね、これ海洋を倒せば雨がやむので、はい、炎のパンチが使えるようになると、はい、そういう感じですかね。おこだまして、ハイローガニネコダマシー。ですがここはやはりワイドガードで、ね、グラードには行動させないという形ですね。そうですね、まあ、グラードもとりあえず行ようとしている感じですね。はい、イルガルドはワイドガードを選択している限りは絶対にやられることがないという状況ですね。はい、このグラードンと海洋ガが激しく攻防を繰り広げているっていうのはすごくなんかかっこいいですよね。熱いですね。どっちが勝つんだっていう、海洋ガ側がレッグーザを含めているので基本的には有利ですが、それをどう巻き返していくのかっていう期待ができますよね。まあ、おそらくこれガルーダが一番速いと思われるので、これで海洋ガを倒してしまいさえすればまだチャンスは全然あると。はい、ここでギルガルドを引っ込めましたね。レッグーザを展開、さあそして海洋がアーマーモードを選択。ネコ魂を受けてしまったのでセミタックルで倒されたら、はい、まずいなという考えでしょうかね。さあ、ダンカーの次は、さあ、このターン何も起きるという感じでしたが、はい、改めて伝説のポケモンが3匹並んでいる状態ですね。これで一応あれですね、弾劾の剣とか打てるようにはなりましたけど、はい、やはり分からなくなってきましたね。分からなくなってきましたね。やはり海洋ガが、まあ、グラードンとガルーラに倒されてしまう状態になってしまったので、はい、分からなくなってきましたね。レッグーザはどう動くかと、はい、しかしこのレッグーザもあまり速くない可能性があるので、ね、はい、これはレッグーザ海洋が今後にガルーラに対してあまり強く出れないかもしれないですね。はい、そうですね。あ、でここで海洋をギルガルドに変えないという選択でしたが、レッグーザに攻撃するか海洋に攻撃するかで勝負が大きく分かれそうでしたが、レッグーザはここでメガシッタですね、変更がデルタストリームになります。さあガルーラ選択、選択どちらに行けるか。海洋がですね、耐えますかね。耐えないですね。海洋が落としきましたね。なるほど、はい、さあそしてレッグーザはどういう行動を取っているのか。レッグーザのプレイは、おっとグラーモンが速い、速いですね。炎のパンチから突然通りますが、はい、これは効果が今一つ、はい、ガリオ転生ですね。
さあ、これはかなり力が高いですか。これ、やはりガルーラを倒し切りましたね。倒し切りましたね。おー、これは。なるほど。そうなったら、一度は選手がレッグルザとギルガルト。はい。組み合わせになるので。これはもうかなり厳しいですね。ただまだ分からないといえば分からないですよね。はい。今ならでも持ってる。そうですね、やっぱり。ここでキルガルトを炎のパンチで倒すことができて、またグラウドンがレクーザの攻撃を耐えることができれば、岩雪崩でレクーザを倒せることが不可能ではないんじゃないでしょうか。あ、ワイルワードを切っちゃって。ここはおそらくグラウドン岩雪崩を倒すことができます。第一の力ですね。これが半分以上入ってますね。あ、2回、はい、はい、レックーザがメガ進化する前はグラードの方が速かったですが、はい、レックーザがメガ進化した後はレックーザの方が速かったです。そうですね、全然速いですね。まあ、そしてグラードはワイドワードだと。素晴らしいフリングでしたね。はい、まあ、みんなが最後に、決勝一番正面は市川選手の勝利となります。さあ、選手が決まったみたいです。始まりました。アプリクレームがない試合ですね。さあ、初手はどういった結果が出てくるのか。はい。さあ、ライチュウと太陽が太陽まで先ほどと全く同じ選手ですね。はい。あ、ボーマンダファイアローですね。ノダリット選手はボーマンダファイアロー。先ほどがガラリと変えてきましたね。変えてきましたね。今度は、ネコダマスを出るかというところですね。はい。交代面、フィラさんどういった感じになってますか。そうですね、やはりボーマンダもファイアローも、はい、相手のライチュに対して、まあ、基本的に、まあ、言うことがないと見せかけてボーマンダが流星群を持っているので、うん、もう大きく削ることはできると思われるんですが、はい、海洋画を明確に処理する手段が、まあ、ステミタックルとブレイブバードを合わせるというような形になると思うのですが、それが簡単に決まるとも思えないので、はい、激しい読み合いが展開されるのではないかなと思います。ライチュウが猫魂を、ボーマンダに置いて、はい、強とかでそうですね。やはり最初の手は猫魂が辛いので、それに対してどう展開していくかですが、猫魂を守ってもアンコールがあるので、本当は守ってないですね。ヘリパーボイスを両者に削り寄り変化をしてですね、はい、はい、覚える風ですね。覚える風選択、ここで有効に決まりましたね。ボーマンダすごいダメージを受けますからね。さあ、ボーマンダしかしここは耐えましたね。なるほど、はい。ボーマンダがここまで削られてしまっては、ステミタックルを打ったときに、はい、ボーマンダは反動ダメージで倒されてしまいますね。ボーマンダはあれですね、ライチュウのホッペスリスリでもダメですね。そうですね、ホッペスリスリ、フェイントでもちょっとダメそうですね。はい、ボーマンダの物理耐久はかなりのものがあるので、もしかしたら耐えてくる、そうですね、可能性もありますね。フェイントはファストガードを無効化して、はい、ダメージを与えることができるので、はい、ボーマンダは非常に動きづらい展開になってますね。さあ、海王が守るを選択。はい。ボーマンダを守るを選択していますね。そうですね。さあ、ライチはどういったワードを選択しているのか。フェイント。フェイントですね。これは守るの上から、ボーマンダヒット。はい。いやー、これファイヤーは追い風をできているかですね。追い風をしていると。はい、ボーマンダを落とされましたが、馬場を作ったという形になりますね。凍える風で、落ちたのを戻せた、戻せた、するように早くなりましたね。はい、さあ、ここから巻き返しができるかどうかという感じですかね。海洋はもライチュウもあまり HP が減っていないので、そうですね、クラウドで追い風を使えているので、先ほどみたいに、はい、あ、辛い辛いと、ヒルガルドもまだ間には出てないので、はい、クラウドは活躍できそうですね。そうですね、はい、弾丸のクルジとブレイクワードとかで、そうですね、結構厳しいですね。さあ、この場は、はい、市川選手が若干不利なように見えますが、はい、まあ、どういう手を
使ってくるのか。まあ、この場だけ見ると、まあ、グラウドンがフラグアイの剣、ファイアロがブレードカードを選択することによって、海王がもライチュウも倒すことができるという単純な考え方にはなってきますが、まあ、それをもちろん市川選手も分かっているとは思いますので、はい、それに対してどう選択していくか、でそのどう相手が選択するかを考えた上で野田選手もさらに読みが、はい、交換を含めたボールを変えてくるかというところですね。さあ市川選手でキューバに交換しました。そしてファイアはブレイブバードを選択、はい、これはリップの方向にかなりいいダメージが起こりましたね。かなりダメージですね。さあファイアローハンドを食らいますが、おい、岩だれですね。グラドン、これ岩だれ、これはレッグさんが多分、しかし第一の低いのを持ってしまいました。ホッペスリスリですね。これはファイアローが倒されて、あー耐えました。ファイアローが確かに倒れましたね。そうですね、レッグーズを倒し切ることができたので、はい、まあ、グラードンがもう一回手持ちに戻ってもう一回出た時に、はい、先行ひでりで奪い返せるという可能性が出てきましたが、ここで1残ったのは非常に大きいのではないでしょうか。そうですね、これで、ファイアローをこのまま割り残したまま、裏の基本にグラードンを交換することで、はい、スコア最小限に先行を取り返すということが、そうですね、ただ、ファイアローはフェイントがもう待っているので、そうですね、厳しいですね。さあこれはグラードを使えばのなんか正統派の天候合戦という感じになってますね、はい、そうですね、ファイアロー守れないですね。でもグラードを避けたいですね。そうですね、難しいですね、やはりファイアローは。ここでファイアローを取りましたね。あー、リジナス、リジナスですね。これはフェイントプラス使用武器か、熱湯ですが、企業が守るですね。そして第1はフェイント、これでフェイントですが、おっと、ダメ剣、これは野田選手が非常に有利に働くターンになりましたね。そうですね、かなりいい読みが、リスト最小限のサイズという感じですね。海洋がおそらく、はい、野田選手のグラウンドに遅いのでここは守ったという感じです。はい、そうですね、まだ追い風が続いているので、はい、海洋が最終ターンで守ることができない、まあ、守ることができないわけではないですが、はい、2連続で守るを選んでしまうと成功率が下がってしまうと、一旦グラウドを下げるっていうのもある。そうですね、やはりギルガルトが場に雨状態でいるとグラウドの技がかなり封じられてしまうので、そうです、突破できないんですよね。グラウドが下げないですね。ここを一旦守って、はい、なるほど、ジェリナスムーンフォース、ムーンフォースですね。でこれジェリナスが倒されるとグラウド戻れなくなりますね。そうですね、まあ、潮吹き、しかしこれは今のムーンフォースでかなり良さが下がりましたね、はい、ワイドガード選択していないので、おっとギルガルが攻撃していますね。さあアイアンヘッド、ジェルニアス攻撃、これも耐えることができない。なのでグラードもこの変更はもう変わらなくなりましたね。あ、そうですね、なんとしてでも変更を奪い返したかったという考えはありますよね。ただ裏の裏を読んだりするとこういうことですね。まだファイアローは補助がおいくらか使うことができる状況にはなってます、ね、はい、そうですね。いや、しかしこのターンワイドガードを決められてしまうとかなり動きづらくなりますね。はい、早手にそのブレイブワードが一応受けますけど、ね、あー、でもここは団体の剣プラスブレイブワードで野田選手がかなり有利なのではないでしょうか。あ、ブレイブワード通りましたね。ここは前に出てしっかり動いて海洋画を落としきました。こうなってくるとグラードンとキルガルドの攻防になりますが、はい、グラードン側は間違いなく有利だとは思われるのですが、はい、海洋が倒されてしまったので天候が元に戻りましたね。はい、さあ中に続きは守られていると。さあ1対1の状況、グラードンの中でギルガルドに通るワードとしては、まあ、断崖に続き炎のパンチといった感じですかね。そうですね、さあギルガルドハッキングシュートを選択、そうですね、一旦防御を固くしてと、はい、さらにここで炎のパンチを選択していた場合は、
攻撃ダウンも出られると。考えにくいですね。さあ、これは分からなくなってきましたね。そうですね、はい、ギルガルドのワイドガードに合わせて炎のパンチを、おっ、ここ選択している。しかし晴れ状態でないので一撃では起こせませんでした。そうですね、またギルガルドからもグラウンドに有効な技があまりないので、はい、ダイナミット、はい、さあこれは打点はいまいちという感じですね。さあこれはおそらくグラウンドの攻撃ダウンしても持っていけるチキンまで削ったように見れるので、そうですね、ギルガルドはキングシュートを選択していませんでした、はい、はい、ということで2ラウンド目は、ノネリット選手は勝利となりました、はい、いやこれは決勝戦が、お互い1ラウンド取って最終戦ということ で、ね、めちゃくちゃ熱い展開になってきましたね。今回の試合で追い風が非常にいい役割を果たしましたよね、はい、まあ、そして、まあ、市川選手の海洋画が、はい、もうちょっと動けていればなっていう場面で攻撃技を選択していなかったりもしたので、はいはいはい、そこら辺の駆け引きがもう少しうまくいっていたら、まあ、市川選手が勝利していたかもしれませんね、はい、難しい攻防ですからね、はい、今のところは市川選手は、モロバレルがまだ見えてないですかね、はい、モロ選手は、一応全員見えた形になりますかね。そうですね、はい、でどういう戦となってくるのか。さあジュニアカテゴリー最終戦、勝った方が優勝、はい、始まりました。最終戦までもつれ込みましたね。さあガルナファイアロー、よくあるやつですね。で市川選手は来週海洋が信頼しきっていますね。やはり来週海洋が参戦と同じ選出ということで、はい、かなり信用している作戦なんですかね。そうですね、本来はライチュウが飛来心があって、はい、あれですよね、はい、元気を受けるっていうのがあるんですけど、あ、はい、太陽が守っていく元気がない、元気技がないですね。さあこの対面ですか、かなりスイーボードに死がない太陽が結構怖い対面じゃないですかね。そうですね、ファイアルはファストガードを持っているので今度は猫魂受けれますね、はい、そうですね、ただファイヤードの性格が意地っ張りなので、ライチュウの小林さんと同じですかね。これはまた178、178ですね。さあ、カヨは魔法選択、そしてガルーラは精神力ですが、ここはメガシンカしていますね、ファストガード、ファストガード。さあ、ガルーラがどちらを攻撃しているのか、ネコラマシの選択、海洋が見守っている。おー、ほっぺすりすりですね。おーっと、ここはネコラマシではなく、ほっぺすりすり。さあ、海洋がに対して強力な取りを持つガルーラの素早さが落とされてしまいました、はい、非常に素晴らしいプレイングですね、はい、やはり海洋が放置できないだろうというような圧力をかけつつ、はい、海洋が守らせておいてライチュウが補助技を通していくという、いやー、ここでネコラマシを選択してこなかったの。そうですね、こうなってしまうと太陽がプラスでクーザの組み合わせが、はい、より強力になってきますね。そしてここはライチュウのアンコールがかなり刺さっているという状況ですね。さあファイアのブレイクワード選択、うん、さあこれが太陽がにヒットして、6割ちょいという感じですかね。結構いいダメージは入りますよね、はい、アンコールでアルーラを無効化していき、さあこれは猫魂を固定化されてしまいました。海洋は熱湯選択、熱湯ですね、これがファイアロー方向に、はい、はい、ファイアローがこれでダウンですね、はい、さあそしてガルラ猫魂、さあガルラが完全に置物にされてしまいましたね。しまいましたね、まあ、ただ追い風ができていないですよね、はい、なのでどうなりますかね。これはかなり苦しいですね。そうですね、追い上げ、追い風をするのはファイアルだけだったんで、はい、さあ、ゲームメアスを選択しましたね、はい、はい、しかし目の前にライチュウがいるのでここはほっぺすりすりがかなり怖いですね。そうですね、
あと自動コントロールできないですね、アンコールは。そうですね、フォーク推進とアンコールの組み合わせで、まあ、ゼルニアスが自動コントロールをもうできないと言っても過言ではないほどの状況にはなってますよね。あの隣のガルーダも一切技を使うことができない状況になっているので、ここはまあ間違いなくガルーダは下げざるを得ない。はい。で、あ、ここはライチュー交換しましたね。はい、さあ、そうですね、やはり。おっと、これはかなり。鍵を引っ込めましたね。鍵を引っ込めてきた。はい。どういう考えなんでしょうか。さあ、出てくるのはガルーダ。ガルーダですね。ヒルガルドを出していないですね。そうですね。怖いですね。新的にガルドを置いてきたという形になりますね。これはグラードを出しながら自動コントロールですかね。さあ、このターン、ゼルニアスは完全にフリーになってますね。なるほど。コントロールはできないんじゃないですかね。ちょっとかなりやりづらいです。外銃の目の前で。そうですね。ただ、マジカル社員やムーンフォースだとしても、市川選手は非常に厳しいのではないでしょうか。ムーンフォース選択。ムーンフォースですね。さあ、どうしたらいいのっていうか。あれはですね。さあ、これは落とし切りはしなかったですね。まあ、わからない状況になってましたね。ガルーラはね、小魂を使うことができるので、どちらか一方の動きを止めることがこのターン可能になってますね。はい。小田選手はどういう動きを取ってくるのか。太陽が最終的に対処するときにはグラードンの方がおそらく早いと思われますので、はい、太陽がブレイブワードでかなり、ダメージを受けていますので、グラードン側が有利だと思うのですが、はあはあ、さあガルーラは目が進化しました。ここはネコダマシの選択、両者守っていませんね。はい、ゼルニアスの行動を止めに行きました。はい、急所でしたね。おっと、2連休所ですね。ダメージ入り方がおかしかったですからね。これはかなり入りました。グラードンは4度台を選択。クーさんがメガ進化できないですからね、今回。そうですね。はい、しかしここはキルンバーとレックスこのターン行動できませんでした。これは厳しいですね。さあガレーラの猫の足はもう使うことができないので人の一旦を切りまされてしまったと、はい、ただまだガルーラが一番速い、はい、そうですね、そうですね、ガレーラが速いですね。守って守るの、ね、あ、ここでステイタックルプラス新速、あー、そうですね、しかしレイナーソーマに攻撃がいっている。あー、有利ですね、小田選手が。これはレックザギリギリ耐えそうですが耐えましたかね。ギリギリ耐えてきましたかね。大事の下の選択。さあ、グラウドに対して攻撃を放っています。あー、新作で倒せなさそうな。結構残りましたね。レックザがグラフより素早さ遅いってなるとなかなかしない。そうですね、やはりメガ進化できていれば早かったんですが、これメガ進化できないのが結構響いてきましたね。そうですね。やはりガルーラを選出して、はい、ガルーラをメガ進化する選択を取った場合ではレックーザがメガ進化できないので、はい、やはりそこら辺のリスクを考えた上でガルーラをプレイしていかなければならないですね。難しいですね。はい、さあライチュウを繰り出しました。さあこのターンですが、ライチュウは猫だましを使用することができるので、このターンも一体行動を止めるってことも可能ですね。そうですね、相変わらず猫だましとアンコールの組み合わせが怖いですね。はい、かなりライチュウは場をコントロールするとかになってますね。守ると守るをアンコールされるので、しかしレックウザがこの伝説たちの中で今一番遅いという状況になっているので、はい、確かにかなり厳しいですね。早かったらゼロに合わせにガルー先生、あ、そうですね、ガルー先生ができないので、レックウザというポケモンは結構柔軟ですよね。この持ち物、メガストーンを持たせなくて良いので、はい、他の持ち物を持った上でメガストーンができると、ちょっとずるいですね。そうですね。マジカル社員でアレックスが倒されてしまいましたね。そしてここでライチュウの危険の助けもなくなってしまいましたね。はい、さあそして出てくるのが海洋ガド。はい、はい、
さあ、海洋がもうおそらくゼルネアス、クラウド両方にスライスを巻っている可能性があるので、そうですね、これはかなり、クラウドを下げられますからね、はい、結構また変えることができます。はい、さっき変えれるシーンで、うまくかけてたからね、またどうなることやら。どういう選択を選ぶんでしょうか。野田選手も前のターン両方と守らなかったということで、はい、ライチュのアンコールをしっかりケアできていますね。そうですね、海洋が守る選択、ライチュは掘ってゼルネアスを非常態にしていきますね、はい、もうあとは段階の数量を避けるつもりですね、はい、さあ、ムーンコースはこれでカット。さあ、ここがライチュにヒットしましたね。そうですね、次のターンは、はい、まあ、断崖の剣を避けて、はい、潮吹き頑張れ。さあ、これ避けるかどうか。先ほどの逃げてあれですね、やはり市川君の方が最初にこうリードしてる感じなのか、はい、そうですね、こう、あー、避けない、これが当たってしまう。さあ、断崖次ヒットして海洋がダウン。ということで、ジュニアカテゴリー決勝戦は、野田理人選手の勝ちとなります。おめでとうございます。では、改めて勝ったのは野田理人選手です。おめでとうございます。残念ながら、日本戦総合は抜かしてしまいましたが、市川選手、今回のバトルを糧に世界大会でぜひ活躍してもらいたいと思います。熱いバトルを見せてくれた2人に大きな拍手をお願いします。私のお二人は気をつけてステージ降りてください。はい、ありがとうございました。